平賀源内は江戸時代の発明家、学者で電気や医学、占星術など幅広い分野で活動していた。ある時、大量の雷雨に遭遇し、雷の原理に興味を持ち、電気に関する研究を始める。源内は日本の電気研究の先駆者として、雷鳴器という静電気発生装置を作成した。電兵館という私塾を開き、様々な学問や技術を伝えていた。自らデザインした暦を作成し、それを民間に広めた結果、農作物の生産が向上した。源内は温泉の成分を分析するために、全国の温泉を巡ったと言われている。独自の視点で星を観測し、日本初の製図とされる星の地図を制作した。源内はまた、当時流行っていた風邪薬を改良し、源内丸という薬を作成。